はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニーです。はい、ジェットタニーの隔離期間14日間を、無事終えまして、まだね、減量ね、続行中です。はい、で減量に最近いいのが、ナッツ、豆関係を素焼きにしたやつがいいということで、カンボジアの地元マーケットに、購入しに来ました。これドラゴンフルーツ違うって。しかしなんか市場来るとやっぱり楽しいな、やっぱりこういうの見てね、やっぱりいろいろこれ梨もあるやん、梨もいいな、俺これ大好きなんだ。じゃこれとスイカ、はい、うん、ジャポンいや、うん、なんか果物いっぱい買っちゃったよ。これはマンゴー、パパイヤ、あ、パパイヤ、あ、そう、うん、あ、マンゴーはこっちやね、はいはい、これカンボジア式の酸っぱいやつやね。あ、そうです、でもこれ甘いです。甘いやつ、あ、そう、はい、この色だから酸っぱい。なるほどね、はい、はい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 、よくわかるわ、うん、いちごだって、このオレンジが美味しそう、リンゴもあっていいよね、これ。いちご甘いかな、美味しいかな、どうやろ、甘い、ほんまに、うん、あ、じゃあこのいちごとこのやつ、これ1キロとこれ1つもらおうか、はい、うん、自分のこと関係なかったらないって言うんじゃないのかな。これちょっと説明しようね、うん、これがあのフライする前ね、はい、そのまま皮のついたやつで、でこれをあの素焼きにするとこれになるというわけやね。これが、皮がついた状態やね。これが、0.5 キロで約 1.5 ドルと。でこれを、素焼き、まあこれは素焼きじゃなくて実際は塩を混ぜて焼いてるみたいですけど、そうなると2ドルなんだね、 0.5 キロでね、はい、これでね、ダイエットをねまだまだ続行していきたいと思います。はい、以上カンボジア不動産チャンネル超えて終了です。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。